NBT ようこそ。今日のテーマは The Dreamer Soul。 A lavender dew、わらは基本的の性格は、まあ、Dreamer、夢よく見える人、ぼーっとする、頭の中想像力かなり強いからファンタシーが好き、想像力強いから、まあ、クリエイティブようなことがかなりします。まあ、少なくても、落書きかなり、落書きかなりします。しかし、ぼーっとしすぎる時もあるので、現代の社会、合わないところがかなり多い。引きこもり、なりやすい、洗脳されやすい、利用されやすい、流されやすいようなんです。なのでできるだけ自分の想像力を使ってクリエイティブような仕事をした方が役に立つ。しないとファンタジーの世界、嘘の世界、存在しやすくなりますので、やっぱりちょっと、そのファンタジーの世界に張り込むこと、危険なので、まあ現実世界に何か表現した方がいいようなんです。で、ラベンダーっていう俺はそんなにスポーツする人はない。どっちからうちにいるの方が好きなんで、なんですけども、さっきの話、やっぱり引きこもりになっちゃうなんで、できるだけなんか外で、やった方がいいなんですけども、しかし、まあ寒い日とか暑すぎし、うちにいるの方が楽なので、そういう癖がなりやすいタイプなんです。で、ラベンダーが想像力があまり強いなので、やっぱり実践にするのは難しい。だけどいろんな予定が立つなんですけども、実現するなかなかしないので、他の人が構ってる人と思われちゃうかもしれない。で、そんなに社交的な俺ではない、一人の方が楽ことがかなり、ですから日常生活かなりが大変なんです。他の人がこうしなさい、あれしなさいと言われたら、まあ精神的に傷つきやすくなるなんです。ちょうどぼーっとする時はやっぱり自分で回復しているところなので、いきなりこうしなさいと言われたら、へえ、その別の世界から、この世界引っ張られてかなり疲れてしまう。で、他の人が気にしてないわけではなくて、ただし自分の頭の中があまり楽だから、他のことがかなりシャットアウトするなので、動力的な人じゃないと思われちゃうことがかなり多いなんです。で、上に、ラベンダーの日常生活の流れが、他の人が合わせることもなかなかできません。自分の流れが違って、例えば朝から9時から、夜5時までのような仕事をするさせると疲れてしまう。精神的にうまくできない。力を出す時もある、出せない時もある。他の人から比べたらかなり違うです。なので学校の時にかなり難しい現代の、教育が、この俺が、合わないところがたくさんあります、例えば体育が、機械だけが辛いなんです。で、授業があまり興味がなくて、いきなりぼーっとする。集中力があまりないなんです。やっぱり頭の中のテレビ放送みたいなものの方が全然面白くて、なかなか勉強できない。しかし例外がある、例えば、美術、音楽、要するにぼーっとしながらそういう想像力をかなり、養うなので、そういうみたいな柔らかい教育が好きなんです。で、細かいというと、その、想像力の感覚はランダムなんです、いろんな頭の中にランダムようなイメージが見えるなので、その新しい組み合わせが作ることが大好きなんで、他のオーラができないことなんです。しかし他の人が、頭の中のことが見えないなので、そのラベンダーのオーラだけが見えます。なので、できるだけそういう新しい、想像力、新しいアイデア出すのは、きっと面白いなんです。しかし、現代の具体的完璧主義の世界にはあまり見てみてくれないなので、ラブの計画黙ってしまうかもしれない。判断されるからおかしいねと思われちゃうから、
そういうことが本当に嫌いなので、結局何も言えないかもしれない。できるだけラブナーの、想像力を養しながら、優しい環境だと、いろんな面白いことを表現できます。逆に厳しいの環境の中に打ち返ってぼーっとしてゲーム中毒になりやすいタイプなんです。要するにラブナー想像するだけは十分なんです。他の人の場合は想像して、まあ、特に自己中心の俺の場合は何か作り出さなきゃいけないと思ったけど、ラブナーはちょうど想像だけは十分なので、やっぱり周りの人がそれが気がついてできるだけ表現してくださいっていう応援があればとても助かります。なので、やっぱりラブナー、まあ、有名な作家が多いなんです。やっぱりあのイメージだけが足りないから、まあ、物語が作ったり、特にファンタジーの話、多分一番有名なラブナーは、キャロル・ルイス、不思議の国のアリスの作家なんですけども、まあ、他はたくさんあります。そういうほら別の正解、細かいが説明できるなので、他の人が楽しめるから、まあ、作家やりやすい。なければ、他の、まあ、自分のアイデア表現できる、アーティストとかなどがもうできます。で、ラブナーって俺は、まあ、この世界一番合わない俺って言われてるなんですけども、本当に、自分の目的は何っていう、わかない、ラブナーがかなり多いなんです。で、いろんなことをトライしてみる。この人のアイデアがトライしてみて、この人の、考え、興味がなってやってみるってことが多いなんですけども、でも結局自分の、ペースが戻ってしまう。なので、やっぱり、どこに住むか、どこに存在するかとかなかなか言えないようななんで、で他の人がでちょうどぼーっとするときに他の人が「私聞いてるの?は」でその反応は「私ですか?」ってみたいな反応がかなり多いなんで、なので会話の、しながらいきなりラブの違う世界が入ってしまって、ファンタジーが入って、でファンタジーの範囲があんまり面白くて現実の世界つまなくて、まあ、自分の頭に握ることがかなり多いなんです。で想像力強くて、自分の頭はあまり限界がないなので、霊感の強いオーラ、なんですよ。まあ、違う世界見える、違う世界感じる、霊媒師になるオーラ、がかなりこのオーラが多いなんで、占い興味がオーラなんです。変わってる、武道、変わってる、珍しいことが好きで、頭の中にいろんなことをトライしてみる。で、このオーラはかなり敏感です。他の、強い木の人をぶつかると自分の中に逃げ込むなので、練習すれば人の性格を読めるまでもできます。すると、人の関係は深い関係はなかなかできません。社交的なオーラではないし、一人の方が楽なんです。深い関係すると自分の頭の自由さがなくなるなので、例えば奥さんとか旦那さんになるといろんな責任取らない立場なのでしない方が好きなんです。そうするといろんな想像力とかいろんなクリエイティブなことができるから。なので、現代の、まあ、人成長する技、あまり興味がないなんで、子供を作るのはなかなかしない俺なんです。やるべきことが見えるなんですけど、実践にするのは別の話になってしまうから。他の人が嫌いわけではなくて、正しい、めんどくさいからと、ぼーっとする方が楽から、まあ、エスケープします。なんですけども、エスケープのことをちゃんとコントロールできればプレイテラピストになりやすいオーラなんです。子どもの世界が入れるなので、子どもの世界を遊びながら面白い物語を子どものために作られます。なのでラブナーの、話、もうかなり面白い。現代の社会には役に立たないかもしれないけども、まあ想像力は面白くて刺激になるでしょう。ちょっと変わってるの性格なので、他の人の判断されるのは嫌いなんです。
なので計画一人の方が、好きなんです。で、周りの人に、命令したかってるようなふりをするなんですけども、実際は全然やってません。例えば、話聞いてるような、ふりをしてるんですけども、本当は頭別な世界が入ってることは、ラブレの特徴なんです。で、家族の中にも、深い関係なかなかしません。で、他の人、ほら、例えばお金が好きとか、うちが欲しいとか、そういうみたいなもの、ラブラなかなか興味がないなんです。まあ、必要なものが必要なんですけども、まあ、自分のぼーっとする時間が一番大事にする俺なんです。なんですけども、ラブラは気がつくかもしれない。一人の方が力が出るなんです。大勢の人がいると、なかなか疲れるだけなんです。この命令してかなさい、こうしなさい。だとラムラが疲れてしまう。で、本当の力が出ません。上にお金の使い方、子供らしいところがあるなんですけど、お金あれば使う、なければ使わない。なんか一番お金持ちになる人が勝ったなとみたいな考えあるんですけども、お金を作る目的ではなくて、想像してるから作ろうっていうものなんですよ。で、計画、こういうみたいな俺は何の仕事できるか、この俺は自由が必要なんです。決まってる時間がなかなか合わない。だからフリーターとか、短期間集中をいっぱいして、あと自由にぼーっとする時間があればベストなんです。子供のプレイテラピスト、逆に大学の先生、学科、漫画家、作家、音楽家、劇場とか、おはゆさんとモノマネのことももうできます。バレエのダンサーとか、マイミみたいな演技とか、コスチュームデザイナー、ファッションデザイナー、舞台のセットデザイナー、劇場かなり、できるところなんです。アートテラピスト、プレイテラピスト、心理学興味あるあのラベンダーは、子供の、困ってる子供に、遊びながら、成長させることができます。しかしあまり厳しいような、学校だと逆の効果になります。自由的な、トライアルアンドエラーような環境じゃないとラベンダーが合わないなんです。要するに具体的よりも魔法の正解が分かるオーラなので、相性の合うオーラなかなかないなんです。やっぱり自由させる人とか、ラブにかなり利用されるのは嫌いなんですけども、流されやすいなのに、結局、そういうみたいな厳しい関係で勝ってしまうので、そういう理解できる相手は少ないなんです。もっと細かい知りたい場合は、ぜひ連絡してください。このビデオ見ていただいてありがとうございました。